やってまいりました。本日6日前ということでですね、今日もご飯からスタートしていきます。こちらですね、また納豆卵かけキムチご飯、量は昨日と同じですね。白米が 250g、 まあ測ったら236かな。で、卵1個、納豆に醤油かけてるって感じです。まあ塩分はしっかりと取らないと、水いっぱい取ってるんでしっかり取ろうかなというふうに思ってます。今日はあとはお昼はキムチチャーハンにして持っていこうかなと思ってます。チカラさんの撮影で出るので、まあ、今日の予定としてはチカラさんの撮影からのトレーニングからのパーソナルからの帰ってきて編集ということでやっていきたいと思ってます。まあ今日の朝のコンディションちょっと最初にね流れてると思うんですけど、やっぱ水含んでるのと絞り、まだまだ絞れる、絞れる、もっと絞れるということでですね、もっと絞らないとなというふうに思うんですけど、まあ一週間でできることって決まってるっていうのと、変なことをするとやっぱり変な仕上がりになるということで、まあ今の質感とかね、調子とか、まあ筋肉の張り感で言うと、中からちゃんとしっかりとパンプアップしてるような感じがあるので、表面上だけじゃないような感覚と、あとは元気な状態っていうのは保ててるので、そのままキープしてやっていきたいと思います。今日ミドルカーボンだったら明日から3日間ローカーボンになるので、まあここでも大きく変わってくるのかなっていうふうには思います。楽しみですが、とりあえずちょっとこれ食べてご飯作ってチカラさんの撮影に行きたいと思います。めくめバディ、はい、ということでゴールドジム重曹さんへ来ました。はい、普段ねゴールドジムは撮影禁止なんですけども、今回はチカラさんのおかげで撮影ができるということで、チカラさん、どうもチカラさんです、ありがとうございます。チカラさんの撮影ということで、またチカラさんの方で動画が上がりますので、今のうちにチカラさんのチャンネル登録お願いいたします。本日はよろしくお願いします。お願いします。ということでゴールドジム重曹はこんな感じです。でれってってでー、この映像はすごくレアですよ皆さん。ということでちょっと撮影を行って、その後僕のトレーニングの動画をまたこの動画で上げていきたいので、ぜひ見てください。時間がねなくなったんでハンギングレクレーズだけやったんですけども、今回お邪魔したのはこちらゴールドジム重曹店。もう僕は一生ここで撮影をすることができないんじゃないかなとも思うんですけども、いい機会に巡り合わせてくださったチカラさんには本当に感謝でございます。ゴールドジムさんもありがとうございました。帰ってまいりました。
今日も一日バタバタですね。まあ食事としては朝ごはん食べた食事が朝乗せたやつなんですけど、その後にチカラさんの撮影中に羊羹一つ、そしてプロテイン一杯飲んでます。でその後トレーニングを終えてから、トレーニング後に白米 250g とキムチ少々、胸肉 200g、 ほうれん草、エリンギを一緒に炒めたキムチチャーハンを食べました。で帰ってきてからコーンフレーク 20g、 そしてプロテイン一杯と今からこのさつまいも食べていきます。 150g ぐらいですね。これを食べて今日の食事は、あとはですね残すところレバー炒めということで、昨日食べたレバー炒めと一緒ですね。レバー、ほうれん草、ナス、もやし、えのき、それぞれの食材を塩コショウのみで炒めた炒め物をラストご飯食べて終了したいと思います。トータルカロリーはこんな感じ。大会まで残り6日となりました。明日からですねローカーボ3日間行って、ハイカーボハイカーボ大会当日というような形になります。だいぶ調子としてはですね、今日のトレーニングもパンプアップしっかりとしたっていうのと、やっぱり中からしっかりと張っている感じ。今日朝ごはん食べて、その後羊羹プロテインだけ食べた状態で2食、この少ないカロリーやったにもかかわらず15時半ぐらいから17時半ぐらいまでトレーニングしてたんですけど、パンプアップしっかりとしました。なのでだいぶいい状態なのかなっていう風に思います。やっぱり塩が少なくなってくると水中毒っぽい感覚の症状が出てくるなと思うんですけど、塩しっかりと取るとそこがすぐに改善されるので、まあそこもしっかりと意識をしながら調整して大会当日迎えたらなっていう風に思います。残り6日全力でやりきりたいと思いますので、皆さんぜひ応援のほどお願いいたします。ではまた明日の動画でお会いしましょう。さよなら。